モンライフ。はい、4号機です。小型で大丈夫か。4トンよりマシ。僕が首都高最速と言われた男だ。僕の伝説に挑むだと？いいだろう、相手になってやるよ。違うゲームかな。勝ち目ないやん。オーナーニコの向けにはバックミラーから消してやるぜ。当然無理でした。所詮トラックなんてこんなもんだ。僕の R 回に絡むんか。当たり前だろ。また僕に挑むのかい。僕の伝説にかなうと思ってるのか。いいだろう、相手になってやるよ。ふん、無理無理。トラックに乗るのやめたらどうだい。トラックで俺に勝負だと？アホか！限界だ！は。ということでトラック降りました。別ゲーじゃないか。これはドリキンこと土屋圭一さん監修のゲームだ。待って、これ1997って。そう、初代デコトラと同じくらいに出たゲームだよ。ちなみに主がプレステ買ってもらって、人生で初めてプレイしたゲームでもあるよ。へえ、それはどうでもいいな。まずはドリキンの授業を受けようね。実写、わら。誰だよこの写真採用したのは。おめ目が閉じちゃってるね。ちなみに操作は説明書読まないと教えてもらえません。What? それで当時の主は車を発進できませんでした。じゃあどうやって遊んだんだ。いじってたらバックだけで進めたようです。あ、やばいって。サンサンだ。当時は最新モデルだったね。どうだけど、虫が一番好きなモデルです。ドライバーのポリゴンちゃんとあるんだな。それだけじゃないよ。ちゃんとハンドルも回すし、シフトもチェンジするよ。ごまけい。早いな、やっぱ車に乗り換えて正解だぜ。こんな壁あったらぺちゃんこになるわ。次はコーナリング。長いのでスキップ。珍しい車種だね。 FD っぽいね。スキップします。ここでめっちゃ物理爆を叩き込まれますが、まあゲームにはさほど関係ないかな。ドリフトのコンボをつなげたらプロ。出た、コンバーチブル車。はっきりゲームと認識させるドリキン。ダメじゃねえか。なんだよ別の写真あるじゃねえか。頼む。だが、長いのでスキップ。3、2、1、GO! 10分くらいありました。
もぶつけると止まるし、ドリフトポイントがゼロになっちゃう。壁にぶつかるとめっちゃ減速する。まるでデコ電2だな。おお、500超えたやん。他のレースゲームと違ってドリフト掴むの難しかったね。だがそれだけリアルに近いと思う。現実で未経験者がやると高確率で事故るからな。次は駆動が異なるタイプの車について。ガムテ。父ちゃん。俺はお前そういうところは嫌いなんだよ。女性。ゲームで引くと変えるのもきついね。大半のゲームはオートでやるからな。FF は車体の安定を感じるね。FR はドリフトで滑りやすいけどやっぱ車体安定しないね。ピンタ怖いわね。四駆じゃ危な。でもこの進入スピードでも立て直せる。おい、ちょっとステアリング間に合わなかったね。結構いの来た、わら。でも小回りは最高でしょ。こいつもバックファイアあるのか。曲がりやすい、安定する。でも怖い。一瞬でわかる馬力の違い。コントロールが。需要はまだたくさんありますが、ここで終わりたいと思います。ストーリーモードです。19歳の走り屋、めっちゃ身長高そうだな。顔ちっちゃ、肩幅が広いのか。じじいじゃねえか、わら。断ったらゲームオーバーだろうな。いや、お前は来ないのか、おかしいだろ。今だったら盗難不可避。流したら大惨事だわ。普通はグリップ走行だろ。なんだこのおっさん。ドライバーどう見ても主人公じゃなくてくさ。で、なんで私トラックに乗ってるんだよ。もはやトラックから逃げられないな。
そしてよりによってバキュームカーていうか主人公絶対トラックの免許持ってないだろ。まあ道具だからバレなきゃ問題ないだろうな。この視点見づらいな。今のリゾート地じゃん。そうだね、一瞬だけど絶対無理だわ。豆腐屋みたいな形状はスタイリングとステアリング完璧じゃないかな。あと、結構深い溝だな。先を知らないのか。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。おい、ガードレールなかったらアウトだぞ。今普通にアクセルとブレーキ間違えた。言わんこじゃねえ。ここは、妨害じゃねえか。言い方どう見てもグリップ走行じゃないな。実際は横転するような、下りだし。出た